公開から1週間だけこのキャンペーンさせていただくので、もう見逃しなく、買いたい人はもう逃さず、他のケトルに戻れなくなりますこれはもう僕がそうです。なるほど。スタートって言ったら回しかけるの 30g、 これが僕の紹介する初心者用コーヒー器具。これとコーヒー豆やったらもうすぐ始められますね。こんにちは、器具のなるおです。なるおさん、はい、今回は初心者が揃えるべきコーヒー器具を教えてくださるというふうに伺ってます。そうなんです。初心者の方何揃えていいかね、あんまりわかんないですよね。そうですね。はい。だと思ったので選んできました。そもそもそれぞれどういう器具が必要なのかっていう基本のところから、はい、ご案内と、それぞれの器具の特徴と、あと入れ方ですね。でもうこの動画見たら初心者の方お家でコーヒー始めれるぞっていうところまで今日はご紹介するんで、はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい。でまずドリッパーです、ドリッパー、なんかドリッパーって言います。こういうのとかもドリッパーって言います。コーヒーを抽出するための器具ですね。ここにコーヒーの粉入れてお湯注いでコーヒーが出てくるっていうのが、もう基本的な抽出のやり方ですね。はい。これも色とか形とか素材、これだと陶器とかもあるんですけど、陶器、ガラス、金属いろいろあるんですけど、その中から選んでもらうと味結構変わります。はい。で次がこれペーパーフィルターですね。ドリッパーにセットして使います。こんな感じで使います。でこれはドリッパーの形に合わせてこっちが変わるって思ってもらったらよくて、例えばこういうドリッパーだとこんな円錐型っていうんですけど、こういう形のを入れるみたいな。でドリッパーによって形が変わるんで、普通にドリッパー名とペーパーって検索してもらったら大体ネット上にどのペーパーが合うか出てくるので、分からなければメールしてください。このドリッパー何のペーパー合うのみたいな分からなかったら聞いてください。はい。はい、で次が、ケトルですね。はい。これはそのままお湯を注ぐものになるんですけど、僕はコーヒー用のものがいいなと思ってます。っていうのも、やかんとかティファールとかあるんですけど、やっぱ注ぎにくいのと細く注ぎのはちょっと難しいので、こういうコーヒー用のケトルを使うといいと思います。あとこいつはそうなんですけど、温度計ついてるんですよ。でこのお湯の温度結構大事で、例えば沸かしたての100度で注ぐとコーヒー美味しく出なかったりするんですよね。はい。なのでこういう温度計を見ながらお湯の状態を見ていくっていうのも結構大事になります。はい、次がスケール、測りですね。重さ、あとこれは時間も測れるやつです。はい。これもコーヒー用のやつが僕はおすすめですね。はい。100均のやつとかなんか安いスケールだとダメなんですか？あ、そうなんですよ。安いというかそうですね、質の悪いスケールだとダメな理由は2つあって、精密さと反応速度ですね。はい。で精密さは要はコーヒーの豆の量とかを測るときに、精密に測らないとやっぱり毎回同じように美味しく入れれなくなるので、精密さは欲しい。あと反応速度はこうやってこうなってここでお湯を注ぐんですけど、その時に反応速度が遅いと、今何グラムお湯が入ってっていうのが分かんないってなっちゃうんですよね。はい。なのでリアルタイムのお湯の量を見るためには反応速度が速いのが結局ストレスなくていいと思います。はい。なるほど。僕はいいスケール買うのをおすすめします。で次がグラインダーですね。はい。グラインダー。はい。豆を砕いて、粉にする機械です。豆のままだと飲めないので、丸い豆の状態。これは刃が入っていて、刃が回って砕いて粉にしてくれる。粉をドリップする、抽出するっていう感じになります。やっぱはい、家で砕く必要があるんですか？そうなんですよね。飲む直前で砕いた方が美味しいんですよね。ああ、そうなんですね。はい。砕かれた豆はそこからどんどん味が劣化していく。もの酸化していくので、できれば直前で砕いてる方がベターだと思います。はい。で、ただコーヒーのこのグラインダーミルは味めちゃくちゃ左右します。もうこの中の多分一番味左右するポイントになると思います。はい、なので安いの買うと後悔します。はい、僕は昔その安いの買ってずっと美味しく入れれなくて、なんで入れられないんだろうなって思ったらグラインダーがあんまり良くなくて美味しく入れられなかったっていう経験があります。はい、なのでもし予算的にそのいいグラインダーというかあんま安いグラインダーしか買えないっていう状態であれば、もうコーヒー屋さんで先に引いてもらったらいいと思います。コーヒー豆買う時にこれ引いてくださいって頼めば引いてくれるので、それを使う家で飲む方が美味しいと思います。そのくらい大事なんですね。そのくらい大事ですね。なんでいいグラインダー買うか、もうお店で引いといてもらうか、どっちかになると僕は思います。はい、なるほど。次がサーバーですね。これはまあなくてもいいんですけど結局欲しくなると思います。1人分とか、まあ、2人分とか3人分とか一気に作る時にこういうのが必要になるんですけど、まあいらない人は普通にカップにこうやって抽出するんですけど、いらない人はもう普通にコップにそのまま置いて抽出しても全然 OK っていう感じですね。あと最後コップですね。これはセットになってるんですけど、こういうコップがあります。でここを僕ちょっとこだわってほしいなっていう理由は、ここずらっと並んでますけど、コーヒー飲む時ってこいつしか机に残んないんですよね。なんならこいつしか残らないってなんですけど、なのでここテンション上がってほしいんですよ。ここの風景、テーブルにこうある風景でテンション上がった方が多分嬉しいと思うので、好きなもの、まあ別にこれじゃなくてもいいですけど、好きなコップ、お気に入りのコップを見つけてコーヒー入れてほしいなと思います。この7つがあれば、もうあとはコーヒー豆買ってくれば美味しいコーヒー入れられます。じゃあ今日なんで一個一個こういうなんでこの器具にしたかっていうのを解説しますね。はい、これがエイプリルプラスチックブリュワーというデンマークのコーヒーロースターが作っているもので、デンマークのコーヒーチャンピオン兼世界第2位までいたパトリックという方が作っているブリュワーですね。こいつは本当に注ぎやすいのと、あとレシピ、代表のなんか決まったレシピがあるんですけど、そう作り方ですよね。注ぐ時のお豆の量、コーヒー豆の量とか注ぎの回数とかお湯の量とか、結構複雑なものだとこいつを5回に分けて注ぐとか、お湯の温度を高いのと低いの用意するとか、なんかいろいろあるんですけど、実はその中でも簡単めなレシピで作れるっていうのが代表であるので、まあ、それを今日はご紹介しようかなと思って選びました。でこっちはペーパーフィルター、実はこれの専用のペーパーフィルターです。はい、なのでもう自動的にペーパーは今日はこれになります。これで使いやすいです。でケトル、フェロー、スタック、パワーオーバーケトルと言います。直火もいけるっていうやつですね。なるほど。はい。こいつ何がいいかって、ここのお湯の落ち方がすごく細くてめちゃくちゃ綺麗に注げます。で他のケトルに戻れなくなります。これはもう僕がそうです。なるほど。ね、ドバッと出ちゃうんですよ、お湯が。普通のケトルは、そこがドバッと出ないように調整されてる。あとはここに温度計があるんで、温度もそうリアルタイムで何度か見えるっていうので、コーヒーに特化したケトルです。なるほど。これめちゃくちゃいいです。めっちゃ大事です、ここで。次がスケールですね。これがバリアの AKU スケール。もう反応速度もいいですし、ボタンも2つ、簡単な使い心地ですし、コスパも割といいです。おすすめですね。これは簡単に使えるので。で次がグラインダー。お、大事なこれですね。グラインダーですね。フェローのオーパスグラインダーと言います。こいつはすごい重要でして、この子だけちょっと高いですね、実は。あ、なるほど。はい、でこれは理由があって、さっきも言ったようにやっぱいいグラインダーじゃないと美味しく入れれないので、ここちょっとこだわって選んでほしいっていうのがあります。あと、まあ、手でねこう引けるやつもあるんですよ、グラインダーって。こう手でゴリゴリやるやつ。でも結局続かないですよね、疲れるんで。なるほどね。で1人分だったらいいかもしれないですけどね、2人分とか疲れちゃうんで、こういうもう電動でいいグラインダーをちょっと最初買ってもらったら、結局コーヒーが楽しくて続けれると思いますね。で次のサーバーとコップは、今回はオレアのセンスカラフェとこっちがセンスカップですね、選びました。で理由はもうね、このセットアップ綺麗なのと、この商品のコンセプトがセンス、五感で楽しむっていうところなんですよね。はい、ここにまあグラスなんで綺麗にコーヒーが入ってるのが見えるのと、ここで持ってこう振るんですよね。振ることを想定してるんです。でしかもちょっと熱くなるんですよ。だから手でも感じられる、見た目も感じれる。しかもこのカップはこうやると鼻が覆われるんですよ。ああ、確かに。そうなのでアロマ、コーヒーの香りをこう鼻全体で感じることができるんですね。へえ。つまり五感で楽しみましょうっていう。まさにコーヒーのための、コーヒーのためですね。カップと、そうなんですよ、サーバーなんですね。カップとサーバー、これはねテンション上がりますね。これがテーブルになるとねやっぱりいいんですよ。という感じですね。これが僕の紹介する初心者用。じゃあもうこれをまるっと買えばすぐ始めれる。すぐ始めれます。これとコーヒー豆やったらすぐ始めれますね。じゃあ実際に入れていきたいと思います。今日は 13g のコーヒー豆にお湯 200g 注いで作っていきます。はい、まずはお湯沸かしてます。はい、これは忘れるとあと待ち時間長いんでお湯沸かし始めて、で次にコーヒーを測っていきます。今日 13g ですね。よいしょ。13g ですね。測ってあげて、まあ、これはちょっといいか。でコーヒー豆をグラインド引いていきます。はい、ここで7の数字に合わせてもらって、7ですね。7ですね。はい、合わせてもらって、よいしょ。でボタンを押して引けました。いいですね。でこっち、このサーバーをこのスケールの上に置いて、はい、このドリッパーを上に置くと。でこのペーパーフィルターをここに置きます。はい、で沸かしといたお湯ですね、をここにかけて、リンスっていうんですけど、まあ、お湯かけといてください。リンス、はい、これまあ効果としてはペーパーがしっかりくっついてくれるのと、ペーパーの匂いをちょっと取ってくれるっていうのと、あとは温めといてくれるんですよね、このサーバーを。なるほど。結構ね冷えちゃうので、サーバーが冷たいと。あったかいコーヒー飲むならちょっとこうしといてください。で戻して、でこのコーヒーの粉、グラインドしたやつですね、ここに入れといきます。でここにちょっと慣らしてあげて、コーヒーの粉とか全部セットし終えた、これでセットアップ完了ですね。でこれセットし終えたらですね、お湯を注いでいきます。はい、で注ぐと同時にタイマーをスタートします。で今日は 100g を2回注ぐんですけど、ちょっと入れながら話しますね。スタートって言ったら回しかける、こんな感じで回しかけるのを 30g で、その後は70g、 こんな感じで真ん中にボーっと進んでいきます。へえ。はい、これぐらいですね。で 100g までいったら待つと。で35秒まで待ちます。はい、はい、これ簡単なんですよね、めちゃくちゃ実は。で次も同じです。30g こう回すようにかけて、70g をこんな感じですね。で真ん中に注ぐ。で 200g まで待つ。こんな感じですね。はい、でこれで落ちきるまで待つっていう感じですね。はい。あ、もうこんだけです。こんだけです。お。これで完成です。で気になる人はこっちも温めといてもいいですね。あ、確かに。コップも。コップも温めといて。これだったらなんか結構手軽に僕でもできるのかなっていう感じが。はい、できそうですか？そうですね。ちょっと回すのが不安ですけど。回す確かに。はい。なんとなくでいいです。これはもうなんとなくこう回すようにこう入れてあげれたらもうそれでいいです。でもっと凝りたいなって思ったら、こういうさっき言ったそのレシピみたいなのもちょっと変えてみたりとかしてもいいと思いますね。飲んでみます。こうやって混ぜてちょっと回すんですね。ちょっと回します。コーヒーもね、ちょっと成分が下に溜まったりもするんで、こうやって混ぜてあげた方がいいですね。こいつ回しやすいんですよ。やっぱその2つ並んでるとなんか綺麗ですね。いいですよね。ごめんなさい。なんかシンプルでね、いいなって思いました。いいですよこのセットアップ。ありがとうございます。お気に入りのセットアップ。そうなんですよ。うん、美味しいですね。甘みもあってすっきりして、で綺麗な味になります。すごいクリーンな。雑味が少ない味になるって。あ、それはドリッパーの特徴なんですか？そうですね。ドリッパーの特徴と、あとはさっきのレシピ、簡単なレシピだったと思うんですけど、割とさらっとした味になるレシピになるので、そうなんですよ。ここもっと変えたい、なんかガツンとしたいとかっていう時は、このレシピを変えるっていう必要があるんで、そういう変え方とかについてはまた今度別の動画でご紹介しましょう。はい。美味しい。普通に飲みたい。あ、ありがとうございます。いただきます。うん。チャイナウンナンで。チャイナ。そうなんですよ。中国の結構珍しいんですよね。最近少し増えてきたんですけど、桃のシロップのような甘み。そうなんだ。書いてあります。美味しい。何これ。なんかすごい。透明感みたいな、なんかすごいクリーンな感じですよね。透明感、そうですね。なんか軽い感じがして、これ、豆もあるんですか？豆も味わいは結構豆があると思いますけど、こう質感、クリーンさとかは入れ方とか、やっぱ入れ方なんや、雑味がない、嫌な味がしないみたいなのはすごい入れ方とか変わると思います。2回で、結構シンプルですよね。あっさりな入れ方なんで美味しい。豆変えても楽しそうですよね。いや、そうですね。いろんな豆で楽しめるんで。美味しい。マジ美味しいな。これ美味しいですね。よかった。はい、今日は初心者が揃えるべきコーヒー器具7つとこの入れ方をご紹介してきました。それぞれの商品は概要欄にリンク貼っているので、オンラインショップから購入できます。ぜひチェックしてください。あとですね、この7つそのままセットになったものを 15% オフになるキャンペーンをやっております。これを機にちょっとコーヒー始めたいという方はちょっとセット揃えてほしいなと思います。これ今日公開から1週間だけ。このキャンペーンさせていただくので、もう見逃しなく、買いたい人はもう逃さずそのキャンペーンのところから買ってください。はい、でこの動画面白いと思ってくださった方には高評価とチャンネル登録していただきたいなと思います。ぜひお願いします、はい、でまたなんかこういう器具気になるとか、こういうコンテンツやってほしいというのがあればぜひコメントで教えてください。はい、今日は以上になります。